なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊、それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長、アイフリードってどんな人？そうだな、一言で言うとこの海みたいなあごひげ男かな。海みたいなあごひげ。俺たちはみんな世の中から弾き出されたやつばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷があるときに飛び込んだらどうなる？染みるし痛いだろ。それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう、厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード湖へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫けど、3日目ってことはこの船全員もらってますよね？おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？うむ、原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルームでしょ？うそうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染してるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ、これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い。さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染しているものが街に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。
すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします、副長。急ぐぞ。でも、サレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマも泣くっていうくらい。でも、薬だから。死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもかよき人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火炙りにされるのはあんただけどね。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けたとき、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのにしぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道、剣士の心得のようなものですか。主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかの。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、冷酷無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに先の黒金との一件でもボーイに刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、その案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き、囚人か。おっちゃんも？昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った。腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくだ。潮の流れから考えると韓国島からこっちに来てるとは思うが、本当に監獄なのか？おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて、清涼がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。まあ、そんなところだな。あの人、なかなか鋭いね。
そういや、前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。ま、しばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか微妙だね。面白い橋だね。この橋には曰くがある。もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号はもちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外交を作ったんだ。そうか、だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっとも、そんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。サンドは突っ込まないわよ。ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの大軍が王宮を襲って大司祭様が亡くなられたそうだよ。そんな、王宮って一番警備が厳しいんでしょ。大魔師様たちは何をしていたの？おお、悪事は順調に千里をかけ抜けてあるようじゃな。それは普段は人間の姿をしているのに、正体は人の2倍も3倍もある巨人みたいなゴーマらしいんだ。頭には角が生えてて、目は三つで、その目で睨まれたものは操られてしまうんだってさ。そんな恐ろしいゴーマの群れに襲われたんじゃ、いくら大魔師様でも。逃げたとも、特等大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、本当のところはわからない。僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前のように恐ろしい世の中になってしまうのかしら。角に三つ目の巨人とは、お主も随分な言われようじゃの。群れなんだから、あんたもその一人よ。
り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様はいつまで経ってもお仕事にお戻りになってないって言うじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって王都から来た人が言ってたんです。隠そうとした真実が漏れ始めたか。王宮の警備は他のどの場所よりも厳重だ。ゴーマが侵入するなどありえない。じゃがゴーマの群れが城に押し寄せたらどうじゃ。王宮を守るタイマシはトップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。ゴーマの群れなどものともしない。でも巨人みたいに大きなゴーマだったらいくら精鋭部隊でも厳しいんじゃないですか。そのようなゴーマが王都に現れたらもっと大騒ぎになっているはずだ。不安な気持ちもわかるが、我々の発表を信じて冷静に考えてほしい。不安であなたたちが混乱状態に陥ればそれこそゴーマに入り込む隙を与えてしまう。それは分かってるんですけど、やっぱり不安で。王都の噂が広まってきてるみたいだね。少しくらい街がざわついてる方がこっちは動きやすくて助かるわ。いらっしゃい。サレトーマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい。ああ、最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか、あいにく嫌いしちまってるんだ。なぜ品切れになる。今が花の季節だろ。サレトーマの咲くワーグ樹林にゴーマが出てな、清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止、退治していないのですか。よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。100回に1回出くわすかどうかだとか。それ危険じゃないだろう。だが出会って生きて帰った者はいないんだ。海賊病、薬はない、清涼に妙なゴーマ、いよいよ死神の呪い全開じゃのう。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、
発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグジュリンに行けばサレトーマの花は咲いてるのね。多分な。でもゴーマが。ワーグジュリンへ向かうわよ。親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ、他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでよい。だから俺たちの子孫なんて言ったってどこに。そんな、お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう、私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。おお、お若い大魔師様、ありがとうございます。ならば手助けの手始めに、うちの息子の嫁になってやってくれませんか。え、このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。ワーグジュリンのゴーマ？あ、知ってる知ってる。もうこの辺りじゃその話で持ちきりだもの。私が思うに、きっとワーグジュリンにいるのは透明で見えないゴーマよ。見えないゴーマ？大魔師様たちが大勢でゴーマ狩りをしてくださったのに見つからなかったの。あるいは目にも止まらないほどスパシっこいか小人みたいに小さいか。今森はどのような管理体制になっていますか？あら大魔師様、ご存知ないんですか？はい、私は巡察官なので、この地方のゴーマ退治の詳細までは知らされていないんです。そうですか。私も詳しいことはわからないんですが、大魔師様が交代で見回りをしているとか。そうですか。まだゴーマの正体がつかめていないのかもしれませんね。どうか一日も早くゴーマを退治してください。よろしくお願いします。はい、できる限りのことをさせていただきます。私たちの目的はあくまでサレトーマよ。悪いけどゴーマ退治には付き合わないから。分かっています。Thank you.
せずに行きます。はぁ、アダナスの魔力、秩序をもたらせ、ファインドオーダー、赤く止まるのか、ブラッマーナーですね、そっちもね。あのライフセット、死神の呪いって何なのですか？アイゼンは自分の周りの人たちを不幸にする力を持ってるんだって。それは精霊の特殊な力ですか？ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話、にわかには信じられません。死神の呪いは本物でぐ。僕がエレノア様から引き剥がされ、マギルー姉さんにふんづかまったのも呪いのせいでぐ。そうなの？エレノア様の涙が乾くよう、頬をふうふうした日々が恋しいでぐ。え、ちょっと、ここでエレノア様に再び会えたのも不思議なご縁。改めてエレノア様のもとへ。好きにすればよい。いいんですか？止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならな。結構です。私にはライフセットという守るべき精霊がいますから。そんな、今はライフセットに涙をふうふうしてもらってるのでしょうか？してもらってませんってば。もうあなたなんて知りません。ビーン。何ですか？ライフセットにはそういうことさせないでよ。させません。というか以前もそのようなことを。ああ、もう。これも死神の呪いかの。エレノア、気分は悪くない？ええ、今のところは大丈夫です。ならいいけど、アイゼンの死神の呪いは甘く見たらダメだよ。その呪いって本当なんですか？どうも信じられないんですが。そういうことを言っておると、急に腹痛になったり、靴ずれしたり、口の中に虫が飛び込んだりするぞ。虫？
姉さん、適当なこと言ってエレノア様を怖がらせちゃダメでふ。これまでにバンエルティア号を取り締まった海軍の軍艦が4隻も行方不明になっているとか、アイゼンが泊まった島の男がゴーマ病になったとか、肩がぶつかった人が笑いが止まらなくなって死んだとか。やめてください。そっちの方が怖いです。作り話だ。軍艦は7隻、島民は男だけじゃなく全員、ぶつかったやつは笑いじゃなくしゃっくりだからな。怖いです。だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。おう、それはそうだ。嫌な予感がしますね。ここがワーグ樹林だな。大魔師が巡回してるかもしれない。注意して。
これは星稜が新しく開発した二重結界です。なるほど、連動する二つの結界か。一般人の立ち入りを禁止するためにしてはずいぶん念入りだな。確かに。やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ、だから必ず裏が出る。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるなら、その金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのもその波長のせいなのですか。そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。証？錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ、一刀対魔師のくせになんも知らんのじゃの。死神の呪い、星稜も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて、精霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか。疑り深い女じゃの。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは。ほう、そうくるか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか。あ、これは魔王ダオス。よく知ってるな。俺はカーラン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。遥か古代の貨幣なのに、つい最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工で鉱物を、はい、傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を固くする加工じゃなかったか。勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。うん。形状記憶。うん。そんな技術が。成果。探索船。
邪魔。今の滝には、サレトーマってどんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱという、なんとも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。そういえば、サレトーマの花言葉が何か知っておるか。確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。偽りの共存今のわしらにはぴったりな花じゃの。どうした、ライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな、エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。あ、でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか、落としどころはあると思いますけど。偽りの共存でも、ノープロブレムデフよ。エレノア様には僕がいるデフ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんデフから。あなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビーン！エレノア様！そうくる。泣くな、ビエフよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギル姉さん、やっぱり僕には姉さんしかいないでふ。よしよし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃぞ。はいでふ、新しい愛を見つけるまでそこそこ頑張るでふよ。ライフセット、偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女、確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん、偽りの共存じゃないよね。まあね、勝手な共存といったところよ。そうかもね。僕。
役に立ったかな。やれやれ。準備はいいわね。もう大丈夫。されとまじゃ。趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い紫の花。
お仕置きの時間じゃねえ。ペガサス苦労して挑まないと。あたし壊れちまった。なす者に秩序をもたらせ。バインドオーダー。絶対絶対遅延連結効果的効果的遅延連結パレードイズユネット効果的効果的効果的セイ遅延連結効果的パレードイズユネット効果的で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。油断せずに行きます。あたりに集いて威圧効果人効果人支援に行かない支援連結効果人
様ら、ここで何をしている？それはこっちのセリフよ。撤退！足元！攻撃！入ります！オーディン！耐えられない！ヘルミ！重圧！攻撃！攻撃！この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あ、あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のように、この子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。だけど、なんか変な感じがする。どんな？この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり、カノヌシの力に近い。この先にいるのは、ただのゴーマだけじゃなさそうね。Thank you.